選手の歴史、岩田智樹。2022年シーズンの J リーグ MVP である岩田智樹選手は大分トリニータアンダー18出身です。大分の下部組織出身の岩田選手は順調に成長して2016年にトップチームに昇格します。当時 J3 を戦っていた大分でサイドバックとして活躍、チームの J2 昇格に貢献。J2 では最初の年は苦しんだものの、翌年はシーズン後半から定位置をつかみ、J1 への切符をつかみます。J1 初挑戦となった2019年は途中離脱ありながらも活躍を続け、オフには J1 王者の横浜 F マリノスからオファーを受けます。その年は残留しますが、翌年もオファーを受けたことで2021年シーズンからマリノスに移籍、ボランチやセンターバックとしてマルチな活躍を見せて、早くも欠かせない選手となると、2022年は J リーグ MVP となる大活躍を見せます。そして2023年からはスコットランドとセルティックに移籍しました。まだ代表として大きな大会は経験していませんが、 J3 から地道にステップアップをしている岩田選手の経験が必ず生きる時が来るでしょう。青ひげ